一番乗り場の対抗壁にシンボルデザインがある。鹿島駅は大阪府大阪市淀川区鹿島3丁目にある西日本旅客鉄道 JR 東西線の駅である。駅番号は JRH48。駅シンボルは当駅付近に島のつく地名が多く存在することから、その島に打ち寄せる波をイメージした青海派である。駅カラーは山吹である。 駅南側は西淀川区に接している。東海道本線の塚本駅山ヶ崎駅間の線路時期の直下に位置する。この駅の出入り口は東海道本線の線路両脇にあり、東海道本線を走行中の列車からも確認できる。天窓のある改札外コンコース南口には、鹿島駅の表示はなく、滝島西口とだけ書かれている。 島式ホーム一面に線を有する地下駅で、ホーム有効長は8両編成分である。改札口及びコンコースは地下1階、ホームは地下2階となる。当駅のホームはカーブ上にある。改札口は1カ所。駅出口は北口と南口がある。北口にはロータリーとバスターミナルなども設けられているが、南口は住宅地に面した細い路地にあるため、 駐輪場程度の設備しかない。南口は、鹿島駅の表記が一切なく、竹島西口、竹島東口となっている。北新地駅が管理する、株式会社 JR 西日本交通サービスによる業務委託駅で、愛国家利用可能駅。また、JR の特定特市内制度における大阪市内に所属している駅である。日中時間帯は1時間あたり8本停車する。 朝夕は本数が多くなる。当駅は営業列車での通過列車は設定されていない。2019年度の1日平均乗車人員は9314人である。開業後の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅開業までは鉄道空白地帯であったため、鹿島地区と大阪駅の間には多くの路線バス便が運行されていた。当駅開業後も 路線バス便は運行されているが、開業以前より本数は少なくなっている。北口付近に、鹿島駅前停留所、南口南側の竹島公園付近に、竹島三丁目停留所がある。過去には、阪急バスが、鹿島線の梅田、阪急塚口方面や、岡町鹿島線の阪急岡町、豊中病院線の柴原駅への、 各路線を北口に発着させていたが2021年3月末までに全路線が撤退。鹿島線の梅田方面は大阪式バス97号系統と同じルートであった。また、鹿島線の運行が終了した2020年7月19日まで当駅近くに阪急バス鹿島出張所があった。注釈出店。ありがとうございます。